大怪獣血統ガメライバルゴン。大怪獣血統ガメライバルゴン。大怪獣血統ガメライバルゴンは、大英東京撮影所が制作し、1966年、昭和41年4月17日に公開された、日本の特撮映画作品。ガメラシリーズの第2作。同時上映は、大魔人。総天然色、大英スコープ、101分。 半年前に打ち上げられた Z プランロケットが宇宙空間で隕石に衝突し中に閉じ込められていたガメラが脱出。ガメラは地球へと舞い戻りエネルギーを求めて黒部ダムを破壊した後噴火した火山に潜伏する。一方、大阪で航空士のライセンスを得たばかりの平田圭介は独立して観光飛行機会社を設立するための元手を集めるために 勤めていた会社を辞めて、兄、一郎の計画へと参加する。兄は、戦時中に、ニューギニア奥地の洞窟で発見した巨大なオパールを隠しており、片足の不自由な彼に代わって、仲間の小野寺川尻と共に、戦死した友人の遺骨収集を名目にした、密輸計画が実行されることになる。現地に到着した三人は、洞窟へと続く。 ジャングル手前の集落で村人たちと暮らしている日本人医師の松下博士からその洞窟が虹の谷と呼ばれる近畿の魔境と聞かされ諌められるものの欲に目のくらんだ一行は強引に突破していく深いジャングルを進む途中小野寺が底なし沼に落ちるものの3人は何とか洞窟へとたどり着きついにオパールを発見するその時 オパールを前に狂気乱舞する川尻の足に、毒サソリが登っていたが、小野寺は、わざとこれを教えず、川尻がサソリに刺されて、茂大死ぬのを見殺しにする。これを機に、強欲な本性を表した小野寺は、川尻の死に嘆くケイスケと洞窟を、爆破、一人オパールを携え、外国航路の日本船、淡路丸で日本へと向かう。日本への途上。 マラリアと水虫を患ったオノデラは、淡路丸の繊維、佐藤の勧めによって、赤外線による治療を受ける。しかし、神戸港へ着いた夜に、船員からマージャンに誘われ、赤外線治療機の電源を切り忘れてしまう。オノゲラが、ベッドの上に隠していたオパールは、赤外線を浴びてひび割れ、やがて中から一匹のトカゲのような生物が生まれる。これはオパールではなく、伝説の怪獣。 バルゴンの卵だったのだ。同じ頃、中国人宝石ブローカーとオパールの商談のため、神戸港で密会していた一郎は、突然炎上沈没した淡路、丸を見て、弟のケ介スケの安否を気遣う。一郎に対し、小野寺は、ニューギニアで、ケ介スケが谷に落ちたと嘘をつき、さらには、目的のオパールが淡路丸と共に沈んでしまったと、説明する。その時、 赤外線によって巨大化したバルゴンが海面に紫色の体液を吹き上がらせながら神戸港に上陸。港を破壊し大阪へと投進していく。大阪へと一旦引き上げた一郎と小野寺はオパールの引き上げ回収をめぐって口論となり小野寺が思わず口を滑らせたことでケースケ殺害を一郎に知られてしまう。乱闘になる二人だが足の不自由な一郎は 一方的に叩きのめされ、家具に押しつぶされてしまう。とめに入ってきた一郎の妻も、小野寺の手にかかり、命を落とす。金を奪った小野寺は、一郎の家に火を放って逃走する。大阪へとやってきたバルゴンは、冷凍液を使って、数々の名所や建築物を凍らせ、関西方面防衛隊を全滅させる。人類は、鈴鹿のミサイル基地から、 遠方からの攻撃を試みるものの、動物的本能で危険を察したバルゴンはプリズム状の背中のトゲから悪魔の虹、殺人虹構成を放って周囲の人間を焼き尽くす。しかしその光に誘われて大阪城に飛来したガメラと戦闘になる。炎に強い体で火炎放射をしのぎ一度は不意打ちの反撃にあったもののガメラを完全に凍結させ これを知りける。バルゴンはそこから京都を目指して、明神高速道路をさらに闘進していく。一方ニューギニアでは、ケイスケが村人たちの解放を受け、命を取り留めていた。ケイスケは、松下博士の助手カレンを伴って帰国し、兄が小野寺に殺されたと知って、乱闘になり、彼を殴り倒す。その後、大阪府知事を交えた、防衛隊の作戦本部では、 天野教授によって、バルゴンの弱点が水であることが判明。またカレンは、ブラクから持ってきた、代々、バルゴンを殺すのに、村人が用いたという巨大なダイヤモンドの提供を、申し出る。対策本部ではこのダイヤモンドの光を拡大し、ヘリコプターでバルゴンを、琵琶湖へ誘導し、死滅させる作戦を決行するが、バルゴンはなぜかダイヤの光に目もくれず、 京都へのさらなる投身を許してしまう。作戦の失敗により、ケ介スケとカレンは大阪府知事から責められるが、作戦室を訪れた佐藤繊維の証言により、このバルゴンが赤外線によって急激に成長した突然変異種であることが判明する。赤外線によって成長したバルゴンは赤外線を好む性質となっていたのだ。そこで、 殺人光線発射器を改造して、ダイヤを組み込み、その光でバルゴンを、琵琶湖へ誘導、沈める作戦が実行される。その計画が実行されるまでバルゴンを足止めするため、人工雨が降らされ、これにより水に弱いバルゴンは、冷凍液を吹く力を失う。計画が実行されると、強まったダイヤの光によって、バルゴンの誘導は、見事成功し、琵琶湖半までたどり着く。 しかし、これを聞きつけた小野寺が、琵琶湖に現れ、ダイヤを強奪し、ダイヤごとバルゴンに飲み込まれることで、作戦は、失敗に終わってしまう。しかし、バルゴンの虹で破壊されたミサイル基地で、唯一溶けずに残されていた自動車のバックミラーから、殺人二次光線が鏡に反射することが判明。自衛隊は、その反射を利用した、巨大反射装置による、バックミラー作戦を、 さらに結構し、バルゴンに重傷を負わせることに成功する。が、学習したバルゴンが殺人日光線を封印したことで、この作戦も手詰まりとなってしまう。だがここに至って、バルゴンが撒き散らした冷凍液の影響が徐々に薄れ、氷が溶けると、ガメラも復活し、バルゴンの元へと飛来した。二大怪獣による微湖を挟んだ。 大怪獣決闘が繰り広げられることになる。大怪獣、ガメラの半年後に公開された作品で、再び現れたガメラと新怪獣、バルボンとの闘争を描く、ガメラシリーズ初の総天然色による第二作、こと対決が打ち出され、日本の怪獣映画としては、初めて大怪獣決闘と、副題が付けられた作品である。大英東京撮影所作品。 前年公開された大怪獣ガメラが大ヒットとなったため、第2弾として急遽企画された作品だが、大英専務であった永田秀正によると、大英本社は大怪獣ガメラについて、東方のゴジラの2番戦時で、よくこんなものをやれるなと営業部でも危険性を感じていたという。ところが、大怪獣ガメラは予告編が劇場で流れてから、前売りが急激に売れ、 大ヒット。本社側もこれを受け、社長の長田正一が、直々に制作者名として、自らの名をクレジットさせ、破格の予算を投入して、制作に乗り出す意気込みとなった。ゴールデンウィーク工業作品として、大英京都撮影所との分担制作による、大魔人との本作の特撮日本だけ工業は、ぶらやえに一人が、全特撮作品を担当していた東方にも、 実現できないものった。永田社長も、この日本立工業に並々ならぬ注力を見せ、3月末には、新聞各紙に、この工業の一面広告を載せ、日本映画は必ず復興すると題した一文を寄せて、意気込みを示している。脚本担当の高橋二十三によると、八作も続くとは思わなかったが、大怪獣、ガメラの後、これは、 次も来るなという感触があったそうで、実際に本作の制作が決定した時には、ほら見ろ、さあ何作でもいらっしゃいと思ったという。小野寺が一郎に問い詰められて口を滑らせ、開き直って殺人を重ねるシーンがあるが、高橋はこのくだりを喜劇のセンスで描いたという。高橋は本作について、メロドラマと怪獣特撮が一つになった作品と評している。 クレジットはされていないが、長田社長の実施で専務の秀政がプロデューサーについている。長田は子供を出すようにと現場に要望しているが、田中茂雄監督側は劇中に一切子供の登場しな作劇を通し、昭和ガメラシリーズで唯一ストーリーに子供が絡まない一般向けの内容の映画に仕立てている。本作は工業的に大ヒットとなったが、 特撮に予算を使いすぎて赤字になった。また大ヒットにもかかわらず、特撮監督の湯浅の明らは内容に不満が多かったという。その理由は、作劇が主軸観客層である子供向けでないことであり、劇場での子供たちの反応をもとにしてのスタッフの反省会では、バルゴンが出てくるまでが長すぎて、子供の集中力が続かない、大人向けのドラマは子供たちには、 退屈などの意見が出された。こうしてユアサが前編監督となり、翌年制作された大怪獣空中戦、ガメラ対ギャオス。1967年では、子供たちを飽きさせない演出が最重点に置かれ、子供が主役のユアサの理想とする作劇が徹底されることとなった。前作に続き、本作に合わせてエキスプロダクションが新規制作した。 鋭い目つきが特徴。昭和シリーズのガメラは基本的に四足歩行するが、これは湯浅の折りの動物的にリアルに見せたいとの向きによるもので、最初は必ず這わせ、戦いに移行してから初めて二足になるよう演出したという。手足を引っ込めての回転ジェットの飛行シーンは、前作ではアニメーションで描かれたが、本作から迫力が違うとの湯浅の移行で、 火薬を仕込んだミニチュアを使うものとなった。棒の先に火種をつけ、四つの噴射口に同時に点火したが、タイミングが合わなかった上、撮影中に消えてしまうことも多く、苦労が絶えなかった。このジェット噴射の火炎の色は、口から吐く火炎放射の赤色との区別から、青い色にされている。一尺サイズと三尺サイズの回転ジェット用ミニチュアが、 作られたが、湯浅は迫力にこだわり、なるべく三尺ミニチュアを使ったという。ミニチュアは三点で、ピアノ線と繋がれ、放射状に組んだ三本の支柱で吊るされており、支柱の中心の回転軸でミニチュアを回転させる仕掛けだった。この回転ジェットの撮影では、送演用のピアノ線が切れてしまうことが多く、見学に来ていた子供たちに笑われたこともあったという。 ニューギニアの孤島にある魔境、虹の谷で千年に一度誕生すると言い伝えられている伝説の怪獣。鼻先から前方へ伸びる大きな角を持ち、ワニとオオトカゲを合わせたような外見の四足行生物である。虹の谷に隠されていたオッパールに似た卵から孵化したが、本来は十年近い年月を経て成長するところを、 卵の状態で医療用の赤外線を浴びたため、孵化後わずか数時間で異常成長した変異個体デる。ダイヤモンドの放つ光に引き寄せられる習性があるため、ニューギニアの部族に伝わる、バルゴン誘導のための特別なダイヤが防衛隊の誘導作戦に使われるものの、こういった事情で赤外線を当てて増幅されたダイヤの光でなければ、認識できなくなっている。 カメレオンのような長い舌を持ち、人間に巻きつけて捕捉したり、建造物を破壊することもできる。舌の破壊力は、ファイティング、原田の20万倍。先端からは、零下100度、零下240度ともの霧状の冷凍液を噴射し、この冷凍液で、大阪城及び、市街地とガメラを凍結させる。噴射直後には、バルゴンの歩き回った周辺が凍結することがあり、 両手旅館やその周辺を通過していく数秒間で凍結させるシーンも描かれた。自身に危険が迫ると、その殺気を遠くからでも敏感に感じ取れるほど、優れた動物的本能や感覚を持つ。背筋に並ぶ光り輝く七つのプリズムからは、悪魔の虹と恐れられる虹色の殺人光線を放つ。この光線は、あらゆる物質を破壊できるが、 鏡の光を反射する性質で無効化される。体組織は水に弱く、長い間水中に止まると細胞が溶け出してしまうと、同時に、下先からの冷凍液が噴射できなくなる。バックミラー作戦で体表を負傷した際には相当なダメージを受けはするのの、命を落とすには至らない。この後、動物本来の本能に従い、断末ままで二次光線は出していない。カメラを、 大阪城ごと凍結させて一度は勝利するも、琵琶湖での戦いでは人間たちの奮闘によって、得意の冷凍液や殺人二次光戦などが使用できなくなったことが、災いし、噛みつきや舌による直接攻撃などで応戦する。次第に劣勢となり、最後はガメラに湖内へ引きずり込まれたために皮膚が溶解し、そのまま絶命する。大怪獣空中戦、ガメラ隊。 ギャオス、ガメラ対宇宙怪獣バイラス、海外版、ガメラ対大魔獣、ジャイガー、宇宙怪獣ガメラには、ライブフィルムで登場。宇宙怪獣ガメラでの登場シーンは、編集の都合で、大阪から、琵琶湖へ直行するようになっている。平成ガメラシリーズ2作目の敵怪獣候補には、当初、本作より大型の個体として登場が予定されていた。ぬいぐるみは、 高山良作によって造形され、エキスプロダクションが細部の仕上げを行った。バルゴンのまぶたは横方向に開くが、これは当時の撮影所所長をモデルにしたものだった。湯浅によると、この所長は実際にそういうイメージの顔をしていたそうである。また、バルゴンの頭が大きいのは人間体型を可能な限り隠すためで、撮影では足元を映さないよう気をつけたという。 ユアサは、バルゴンは見栄えよりも動きを優先させて作ったと、コメントしている。高山良作の怪獣造形は、動きやすさを重視して作られ、非常に軽い部に痛みやすかった。撮影でも痛みが激しく、連日補修が欠かせなかったという。ラストのビワコに沈むシーンでは、縫いぐるみがなかなか沈まず、ハサミで腹を切り裂いて、水を入れ、最後はほぼ頭だけの状態にして、 ようやく目的を達した。これには、見学に来ていた子供たちも大洗いしたという。縫いぐるみと、動作合図の、垂れ目気味かつ、上半身だけで舌が伸びるギミック入りのギニョールも、鉱山によって作られた。舌を伸ばす仕掛けは、三人がかりで行うものだった。長い舌を伸ばしての冷凍液の噴霧には消火器が、使われたが、舌を長く伸ばすのは、噴霧を拡散させて遠方まで、 冷凍液を飛ばしているように見せるためだった。三尺サイズのギニョール人形も同サイズのガメラと合わせてビワコセットでの撮影に使用された。卵から生まれる容体のバルゴンはギニョール人形を使い、下から手を入れて動かしている。ギニョール製作はエキスプロ。不可ンで漂う煙にはタバコが、容体、バルゴンを覆う、ネバネバした粘液には、 アメリカ製の特注素材はそれぞれ使われている。このバルゴンの不可シーンは、湯浅が本作で最も気に入っているシーンだそうである。経緯は不明だが、ガメラとバルゴンの鳴き声は、ゲゲゲの鬼太郎第二作の妖怪牛鬼の鳴き声や、マジンガー Z の機械獣の声など、東映動画のテレビ作品に頻繁に流用されている。また、バルゴンの高音部分の鳴き声は、 同年制作のつぶらや特技プロの特撮テレビドラマ、ウルトラマンに登場した怪獣グビラのもの、低音部分の鳴き声はアレンジされて、同プロのシリーズ作品、ルトラセブンに登場した恐竜戦車、ウルトラマン太郎に登場したパンドラにそれぞれ流用された。前作、大怪獣ガメラでは、東京撮影所の中で、軽視扱いだったという湯浅の明ら撮影スタッフは、 大怪獣、ガメラの大ヒットで大張りだったという。続く本作では、湯浅は特撮監督に前作に引き続き築地ヨネサブロを考えていたが、築地が殺入前にテレビ番組コメットさん TBS の準備のために国際放映に引き抜かれてしまった。これには湯浅はショックだったと振り返っている。大型予算が組まれたためデビュー3年目のアサは 大作監督にはまだ早いとする本社の意向で築地に代わって特撮専人となり本編監督にはベテランの田中茂雄が据えられたこういった経緯で本作では湯浅は特撮班に回されもともと大英の撮影所では特撮班があまり重視されてこなかったこともあって前作以上に撮影所からは軽い扱いを受けることが多く現場では 本編監督が重視されたという。本編重視で特撮部分があまりにカットされ、湯浅が特撮担当だって監督なんだ。こっちのカットを変えないでくれと撮影所所長のもとへ直接抗議に向かったこともあったという。大英のスタッフは基本的に縁古作用であり、これに起因する謹慎像だったと湯浅は語っている。しかし、ベテラン中心の本編スタッフに対し、 特撮現場が若いスタッフ中心となったため、岩ら特撮班は逆に結集して仕事に燃えることができたそうで、これに伴い特撮パートもかなり長いものになっている。前作から特殊美術を担当しているエキスプロでは社長の八木正を生かすスタッフ総出で特撮セットに入りミニチュアの制作の他に総演も担当している。永久予算が組まれた作品だが、 湯浅によると、東方ほどの予算編成は望めないため、特撮はできるだけ現場で処理したそうで、バルゴンが噴射する冷凍液には、光学合成ではなく、消火器を使った。大英には現像書がなかったため、予算を圧迫する。光学合成は、東洋現像書に一任する形となるので、虹色光線も、自分で現像書に行って、焼き込んだという。東洋現像所も導入したばかりの、 オプチカルプリンターの実験を兼ね、グロス受注で二次構成の合成を行ってくれた。バルゴーンが通り過ぎる旅館の中を逃げる人影は、16mm フィルムで逃げる人々を撮影し、建物内に映写したものである。前作、大怪獣、カメラとのつながりを示すものとして、カメラを封じた、Z プランロケットのカプセルの宇宙シーンが、新映され、冒頭に登場するが、 前作のミニチュアとは大きさ、形状が全く異なっている。バルゴンがポートタワーを下で押し倒すシーンは工作部のスタッフがポートタワーを頑丈に作りすぎてなかなか壊れずミニチュアが倒れきる前にフィルムが尽きてまった。撮り直しは効かず余韻のないものになってしまったと湯浅は惜しんでいる。大型予算を受け大阪城のミニチュアセットはフルスケールで作られたが 美術監督の井上明が縮尺を正確にしすぎて、セットに入りきらなくなってしまったという。バルゴンの冷凍液によって凍りつく大阪城の描写は、コマ取りの手法を使って、徹夜で撮影されたが、現像が上がってみると、湯浅い湧く、パラパラ漫画のようになっていた。このため、一コマずつ現像で差しを伸ばし、オーバーラップで画を重ねて編集している。ガメラの表面の氷が、 徐々に溶けて流れるカットは、セットを斜めにして氷を溶かし、流水を表現した。冒頭で、ガメラが破壊する、黒部ダムの特撮セットは、石膏製のフルスケール模型が作られた。この向こう側に12トン超の貯水量の木製水槽が置かれ、観音開きで一斉放水して、ダム結界のシーンを10速の高速度で撮影した。万全の用意の末に、 いざ撮影が始められたところが三十人の大道具係が開いた水槽の扉のタイミングがずれてしまい濁流が二段階で流れ出てしまった。十倍速撮影のため一秒のずれは十秒に拡大されてしまいかえって迫力のある結界描写となった。この時ダムの下流では火災描写の効果を出すため赤い照明が当てられていたが 濁流で火が消えた後に照明を消すのをスタッフが忘れてしまった。結局撮り直すことはできず、このシーンは赤い照明のまま使われた。小野寺が飲み込まれるシーンのために実物大のバルゴンの頭が作られた。日本の怪獣映画としては初めての人間が怪獣に食べられる様を描写した作品である。湯浅の東方のゴジラとは違う画を作ろうとの意向で、 怪獣同士の戦いにも、切ったりついたりといった絡みが取り入れられ、つぶらや英イの方針で流血を避けた、東方の怪獣映画と差別化され、本作以降、ガメラシリーズでは、怪獣の流血描写が頻繁に見られるようになった。バルゴンの角や棘もそういった意向で、デザインされている。カラー画面を考慮して、必要以上の残虐風味を避けるためガメラやバルゴンの血の色は、 緑や紫にされた。四足怪獣同士の戦いという本作の構図も、従来の東宝作品に見られなかったものだった。これもプロデューサーの斉藤米、二郎や、ユアサらの、ゴジラが二本足なら、こっちは四本足でという前作から続く、ゴジラシリーズへの対抗意識の現れた。本作では、人間側の主演として、本郷孝二郎が起用されているが、これには本郷は、 花肌不本意だったという。デビュー七年目で、やっと一人前の俳優になれたと思っていた矢先に、本作の話が、本社からて、周りの俳優はみんな逃げてしまい、自分だけ捕まった、自分が目指しているものとは違うと、大弱りだったという。そこで本郷は化病を使って、大阪のホテルに逃げ込みを決め、このためついに本編撮入が一ヶ月遅れることになった。本郷は、 制作部の部下長の前で看護婦に注射、中身は栄養剤まで打ってもらって、ょ病を通そうとしたというが、治るまで待つと言われ、結局引き受けることになった。相手が目の前にいない怪獣じゃ、全く演技の勉強をしてられないということで、現場では台本はもらったが読まなかったという。しかし、本作が予想外にヒットし、後年になって、 まさかこんなに時代に残るとは思っても見なかった。今ではもう財産になってしまった。ガメラに出られたことを本当に感謝してますよと語っている。ニューギニアのシーンはすべてスタジオ内で撮影された。カレン役のエヴァ・アンズが南国風衣装で踊る特写スチールが撮られているが、本編ではこのようなシーンはない。エヴァのスチールはその後ロビーカードの素材に使用され、対ジグラでは 怪獣、ジグラに食べられているものもあった。淡路丸船長役の星光、星光は特撮監督の湯浅のりあきのジップである。星はバルゴンの表情モデルになった東京撮影所所長とは同期の仲間だった。村の娘役の西広子は本作がデビュー作。後に東映京都撮影所に移籍して、香川幸恵、現香川幸恵と芸名を変え。 現在に至っている。関西を舞台とする作品であるが、登場人物はごく一部を除き、関西弁を話さない。一作目は、大英特殊技術部のスタッフがガメラを演じているが、本作からは、専門のスタントマンを起用している。本作から、ガメラ対宇宙怪獣バイラスまでは、荒垣テルオがガメラを演じた。湯浅監督は、ガメラのぬいぐるみの甲羅は、 鉄線で骨組みを作ってあるので、入るだけで大変なんですが、荒垣さんは実に軽快に動いてくれましたと、コメントしている。特殊技術、本作公開後、馬場秀夫による漫画家作品が、少年ブック、集英社の1967年、正月増刊号付録として発行された。他に、大魔人逆襲と、大居住合破の漫画も掲載された。 大英は本作公開のイベントとして公開前に投票権を配り、劇場で1万5千人を対象に、ガメラバルゴンどちらが勝つか大検証と題して勝利予想を検証公募した。商品はカラーテレビやピアノ、自転車、写真機、8ミリカメラ、シングル8、テープレコーダーなど。また、初の装填燃色工業ということで、 劇場内を飾るガメラと新怪獣バルゴンの血統を描いたロビーカードも本作から人工着色によるものが初めて使用された。1980年代には地上波でたびたび放送されたが、1995年から1999年までの平成ガメラ三部作が作られた折に日本テレビ系列の金曜ロードショーなどで、 ガメラシリーズが放送された際、本作は見送られた。2009年に HD リマスター版が日本 BS 放送にて放映された際は、冒頭で芸術性と当時の時代背景を尊重し、そのまま放送する胸のテロップを表示している。神戸のテレビ局3テレビなどでは、現在も時折再放送されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。